はい、どうもこんにちは、ドラコです。今日もよろしくお願いいたします。背景見るとね、だいぶ普段と様相が違うというか、まあラーメン屋さんとかなんかそういうステーキ屋さんとかなんかそういうとこじゃもうないよねっていうのはなんとなくお察しいただけると思うんですけども、今回はですねホストクラブの方に来ております。今回は対決企画ということなのでちょっと来ていただきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。ありがとうございます、本日は。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ラスクです。ユグドラシル本店で働いてますラスク様と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、今回はユグドラシル本店さんの方にお邪魔させていただいております、はい、今回ホストと対決ってことなので、はい、そうですね、あまりホストさんとお会いしたこと自体が、まあそうですよね、人生でないので、僕とぐらいですね、多分関わりがあるので。そうですね、そうですね。というわけでなんですけども、今回の対決は何でありますか。今日はお寿司を、計300貫用意させていただいたんで、300貫、はい、300貫用意してました。150貫ずつで対決、早食い対決ですかね。なるほど。え、でも1対1なんですね。いや、違いますよ、そんな1対1もそれできました今日は。あー、なるほどね。僕はもちろんドラゴさんを倒すには本当は10人ぐらいやりたかったんですけど、なるほど、厳選したプラス3人を呼んで4対1でホスト界でも大食いと呼ばれる、いや普通に数字取れそうなんで、はい、胃袋よりも画面で選んできたんで。なるほどなるほど、一人だけ胃袋はいるんですけどね。なるほど、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと来ていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。一人で戦おうとすんじゃねえよラスク。そういうキャラで来るじゃん。俺らがいるじゃねえか。何やりに行くの。そうですね、自己紹介の方お願いします。よろしくお願いします。いきます、僕からじゃあはい、どうもクラブ時代の愛情友情俺なんじょことなんじょ許可です。お願いします。お願いします、はい、ウイツキグループクラブピーツのサスケと申します。お願いします。あ、グループは違うんですけどクラブのプリンスコアです。よろしくお願いします。お願いします。ごめんなさい、これ大食いする本気で勝ちに行きたいんですけど、はい、水飲むのはどうなんですか。いいことなんですか、その大食い中に。それは聞いておきたい。早食いやったらいいかもしれない。早食いやったらいい。大食いだったら、例えばその20貫30貫ぐらい食べるやったら、全然その水飲むのいいと思うんですけど、20貫30貫軽くないです俺は。さらっと。ちなみに寿司の難易度的にはぶっちゃけどうなんですか。普通に寿司食べるのは好き。あ、好きです、うん、まあ、我々それはね、いい女というネタをたくさん握っては食うてるから今、寿司好きやったらいけるか。いけると思うよ、うん、まあ、多分この後営業があると思うんで、本当限界の限界まで食べられると支障が出てしまうと思うんで、僕はお腹よ、膨らんでも大丈夫なって言ってる、うん、あ、もう準備万端ですもん、ね、ちゃんとね。体型隠して僕今日イベントなんで大丈夫ですよ、全然言うことないよ。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。それから僕天休日なんで大丈夫。俺が一番大丈夫なんですよ。最後に一つだけっていいですか。あ、いいです。やっぱジャイアント白田さんの引退についてはやっぱどう思われてるんですか、やっぱり。あれは業界的には普通にやるんじゃないですか。あ、やるんだなみたいな。そういうわけで4対1ですか。4対1で、うん、大食い YouTuberVS ホストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。コンペの方行きましょう。どうぞどうぞ。はい、というわけで準備ができました。はい、結構な量ですね。いや、すごいですね。やばい、すごいよ。改めて今日、落ちやかなんかですか。一番良くないからね。どうですか、もうこの量とか見た時の感想とかちょっと聞きたいなと思って。どうですか。もうお腹いっぱいです。本当ですか。はい、安城くんは結構食べるっていう風になんか、はい、そうですね、前評判があるのどれぐらい食べれるかちょっと。まあまあまあ、そうですね。ホストの皆さんどれぐらい食べれるかとかちょっとこう楽しみにしつつって感じで、はい、いきたいと思います。それじゃあカウントダウンの方お願いします。さあ、それではいきまーす。準備はいいですか。はい、3、2、1スタート。いただきます。いただきます。これは結構ババッと食べた方がめっちゃいいやんな。邪魔な。もう好き好きで食え。うまい。うまい。いや、これやっぱウニでしょ。じゃあ何行く。うん、美味しい。うまっ。これでウニ最後です。赤身だね、赤身。ウニ最後。あ、早っ。ウニもうイカれてるって。ウニもうイカれてるって。ウニイカれてるって。俺ゆっくりすぎるよ。やばい、ウニ行く。ウニ行く。頑張って。ウニ行くじゃん。俺今、3巻ぐらい食って、今結構無理ゲーなんじゃないかと思い始めてる。結構きつと。え、これ俺らの側だけなんかシャリ2倍になってるとか、そういうのはないですよね。うん、それはあのことであるとめっちゃ減ってんの。早っ。そうでしょ。これ穴子だね。何してんの。どんな。行こう。ほんまに。やっぱ4人だから言うてもやっぱ減るの早いんですよ。まあそうですね。
ね。まあまあ早く4倍速だから。確かに4倍速は早いから。これでも野球やっても15巻ぐらいなんで。負けてない俺らも。まだ負けとるな。負けてるのこれ。しっかりしろって。さすがにやっぱこのね。エビ美味しそう。いくらとかやばいね。いくら見てるシングルマザーたち。シングルマザーね。限定なの。お前がシングルマザー好きなんだけど。これやばいって。名古屋出勤だったんで、昨日。そうだ。名古屋出勤で、ってなると、あのぶっちゃけ実家から行けるんですよ。どうも近いんで、本当にあの40分ぐらいですんで。電車か。新幹線40分なんで。普通に家で風呂入って、メイクして、一回風呂入ってメイクしていきました。食べてるの？ちょっと目離したらめっちゃなくなってるんで。これ、もう終わるやん、これ。え、どこに住んでますか？食べとるがどこに、何食べてるんだ。実家とか食べてたなと思いながら。え、ドラゴさん実家どこなんですか、ちなみに。実家は韓国。え、あ、そうなんだ。僕ハーフなんで。僕もハーフですよ、一緒っすね。どこですか？本州と九州です。言ってもっと。俺もあの今いい感じに。わかるわかるわかる。ここで終わったら気持ちいい。一番仲良く。あ、美味しく食べましたで終わる腹になってきてるんだけど。これモザイクだね。ここから一だけモザイクなの大丈夫。やばい。でもいやいいでしょ。いやまあ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 。これこのこれずっとこれ出すどうこれこれこれサーモンピンク。これはちょっともうこれはもう口にしたらサーモンピンクって。これちょっと口にしたくなるやろ。一回これどうこれどう生めかしい味するやろ。これ重いガリとか食ったら。いやガリはね。セットされそう。あわさびで。あ、そう、わさびチャージ。ここでわさびチャージ行こう、我々。一回チャージしましょう。わさびいける？もう行っと。早ない？何先行ってくれてんの、お前。お前行っとるだけで何お前出し強っぽと思ってくれてんの。俺は今、頑張ってくれんだが戦ってんのにさ。わさび入れても、そんなに変わらなかった。言うなよ。そんなこと言うな、お前は。行くよ、見て、これ。たっぷりわさびで行っちゃう。宝石あるんですか？ん？宝石。うまいですか？例えば、ワンコそば700。新宿のやつ記録持ってるって聞いたし。まあ、なんか500くらい。512か。でも40分で時間制限。そう時間制限なければ800くらい。いけるお腹自体余裕だった気分だ。もうあの飽きちゃったから一旦みたいな。それもすごいし、わさび変わらない。マジでわさび変わらん。俺結構食った自信あんねんけどな。俺も結構食ったじゃん。ですよ、結構食う。でも今優勢ですよ。お確かに。お多分1列分くらい優勢。おこっからやぞ。頑張ろう。これ負けてますよ。頑張って。頑張る。頑張って。右手だけ一生懸らないっていう。何だよ。ちょっと、なんか交換しない。ごめん、焼く前にハンバーグに見えてきた。ガリ換算されてないよ。多分そうだね。でもね、味変で結構いいよ。ガリ。味変、レッドブルで味変するやん。レッドブルいいじゃん。ワンチャンある。いいな。めっちゃいいよ。ちょっと酸っぱいやん。酸味あるやん。だからちょっと好きですよ。わかる？あ、酸っぱい。わかるやろ。甘みと酸味。ちょっといけるかもね。なんか飲むガリみたいな感じで。原理的にだと。レッドブルリセットあるんだ、これ。レッドブルの会社もそう思ってないの。寿司と一緒に。まあでも、マレーコに。うまい。うまいですよね。よしよしよし。穴子さん。あ、追いつかれましたね。え？追いつかれましたね。長くない？いやでも待って、違う俺らがこんなに苦しいってことは多分その4倍苦しいってことやんか、うん、で、ぶっちゃけ今きついですか、お腹ちょっとお腹溜まってくるかな。おぉ味見たくなってきてる。いや、この業界今まで引っ張ってきてくれたじゃないですか。もうこれからもうあの僕らがしっかりやるんで大丈夫ですよ。4対1やからね。リュウって回転寿司って僕50皿食べてることあるんで。あぁ、でも何で負けてるマックス48歳。すごいな。なんかしかもその時になんか音楽聴きながら食ってたんですよ。なんかアメリカのフードファイターとか、なんか音楽聴きながら食う人いますよね。スイケーテムドラゴさん2回ずつ言ってんだから。
んでさ、でもいや、ちょっと待って、今声ちょっと追いつきた。1,2,3,4,5 よ。もうじゃあジャンマケ2回行こう。ジャンマケ2回行こう。これだけでいい。確実にこれ。なんで2回おんなん。なんでこういう…だよな、俺ら。これ本当やから。本当やから。なんか、今25歳だった。やばっ。え、2人でこれ25歳だった。笑いで、マジか。50歳。やばいよ。どうしよう、どうやったっけ。え、なんかないっすか。ぶっちゃけお腹いっぱいでこうしたらちょっと開けますよって裏技ないっすか。リアル。だからよく最近やってるのは、まあ、要はこうみんな水分飲んだりとか、はい、食べたりして空気がこう、はい、食べ物と食べ物の間に詰まってる、はいはいはい、だからこうこうやって押してあげると、あの物理的になんて押し込んであげる、あ、胃袋の中のものを下にこう落としてあげると少し楽になるかも。めっちゃ吐きそう、やばい。それ1回4時間後にまた来る。4時間後にな。あとはやっぱりそういうレッドブルとか、はいはいはい、ドリンクをなんか飲んだりとかするのもいいかもしれない。なるほど。お酒飲んで、あの食べれるようにするし。結構これ開くよ。これ結構いい、なんかすごい。だっけ。待って、今の。今から、いやいや。今1ゲップやから。だから1ゲップはワンカン。すごいね。いや、ちょっと待った。いや、サボる気ないもん、こっち。いや、これさ、なんか悔しい気持ちあるやん、これ俺らって負けすぎだよ。女の子、結構食べる子多い。多いっすね。女の子の、そう、確かに多分、レアに食うよね。何なんすか、男性女性関係あるんすか、あれって。なんか、女の子って、はい、もともと子供を産むように体ができてるじゃないですか。はい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 、はい。差別とかじゃなくて、人体構造的に。はい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 。だから、こう、ここに皮膚とかが伸びるようにできてるんですよ。そういうことか。音が筋肉になるから。音が筋肉だし。あ、俺筋トレしちゃった。お前なんや。やるんじゃん。おしべやって。おしべですって。おしべ一緒にいっぱい食べるのないといいよ。バカですね。カロリミットワンケルか。いっぱい食べる気がすぎ。あ、いっぱい食べるからよかったら自分で紹介します。ほんと、ほんと、あの、いっぱいのレベルが全然違うよ。食べすぎちゃう。これ偏見かもしれないですけど、はい、いわゆるめっちゃ食べることで食欲旺盛だけじゃないですか、はい、ってことは同時に性欲旺盛。まあ、全然そんなことないですよ。そんなことないですよ。でも、あれだね、でもどっちかっていうとさ、性欲もさ、食欲でもう、確かに、なんかその、食べ、なんかさ、あるじゃん、なんかのさ、あの欲求って満たしたらさ、他のものかな。あ、そういうことね。いや、わかるよ。性欲とかもさ、なんか満ちぶったりさ、お腹いっぱいの時って性欲はない。やっぱ大食い女子にっていうのが…カット。いや、でも頑張ったよね。多分今、あの音で、あのモーメント流れてんてんてん、てんてんてん、てんてんてん、フリー音源の、あの悲しい時によく流れるやつ。わかんない、どうだろう。あの、レペゼンさんとかよく使ってたやつ。てんてんてん、音ついてるか。音食べる再開しますけど、行きましょうか。おいけんじゃん、いけんじゃん。押し込め、何秒で押し込め。水分を任せるぐらい取るから。いけんじゃん、何秒さん。編集大変だな、これ。説明したら、ちょっと待って、マジ、ええじゃねえよ。もうええって。もう、何度って早く終わります。よし、よし、絶対やった。ちょっとシェリーの量多いよね。俺もパッと見て、あ、結構多いなと思った。結構今きついっすか。ちょっときついっす。おぉ、きつきまって。これあるんじゃない。あるよ、これある。リバップするのかな。じゃあ俺ら1巻ずつだけ行きます。そうだね、1巻ずつだけ。1回ので1巻。1回。1巻ずつでも一気に3巻減るからね。そうだね。結構強いですよ。お前も1巻いけ。どんな形でもいいから動画を締めることってどうできるの。食べきったらじゃあ。うん、それが出て、あの、無理なもんは無理なもん。株式会社無理なものは無理、とっくに成立されてる。
白いことですか。そう。そんなないよね。あるよ。え、なんじゃやばいって。まだわかんない。あと10回だ、10回。卵を踏みで。でもそうだよ。なんかドラコさん、マジで大変そうな顔してる。うん。大変です。そんなこれきつそうですね、でもね。そうですね。最後。もう引き分けでいきましょう。もうそういう回があってもええやん。ダメですよ。どっちかが死ぬまで。え？遊びじゃないんだよ。ん？お風呂お前。お風呂出してるの。ほら。ほら。え、そんなん。なかった。お前、明日からビッグモーターって呼ぶから。バレてないよ、ほら、まだ。裏でこそこそ交換すんな。バレてない。バレてるわ。バレてるから。裏じゃねえし、もう。バレてるから問題になってんだよ。もう、見方よ。何？味方ちゃん。保険から買うね。保険から買うね。保険から買うね。味方やろ。わかる。ドラゴンさん逃げてないから。逃げないようになったね。一旦社会人。社会人これ。いやー。よし。隠蔽できない？よし。やばいけど。やばい。おっしゃ、やばい。やばい。やばい。やばった？やっと。やっと。すごすぎる。意味不明。え、今、ビッグマン。あ、まだすごい。まだある。これだったら、ゆっくりね。食べてください。後で出勤してきたら従業員が食べます。あれ、本当に多分食べるよね。これ、何巻残ったかで数えてもらうやん。23? 23食ってるから、もう頑張ったんじゃない。待てよ、俺頑張ったよ。待てよ、後半はね。いや、前半も飛ばしてたから。いや、見たら分かるけど、俺が一番食ったよ。マジで、めっちゃ食ったね。マジで視聴者コメントからの数えてくれよ。めっちゃ少なかった、どうする。喋ってなかった。ここまで明日が俺のことビッグモーターって言う。はい、というわけでエンディングでございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりでもこの大食いとかやっぱちょっと苦手になっちゃう人もたまにいるんで。いや、でもこんなに疲れると思わんかったんで。そう、めっちゃ疲れてる。疲れるよね。疲れる疲れる。結構この大食い企画とかって普通のマルチの大食い YouTuber さんとか、マルチの YouTuber さんとかやることってあるんですけど、やっぱ多分みんな慣れてるから、その疲れたっていう意見を聞くことはあんまなかったんですけど、やっぱりこのまあ YouTuber と違うジャンルの人がこうやってガチの大食いとかやると疲れるんだっていうのは。疲れる。結構やばい。結構ぐったりしてる。寝たいもん。出勤しなくて帰っちゃう。本当なんか一緒にやってくれてありがとうございます。ありがとうございます。本当に。だから最後なんですけど、このまあユーブドラスとしていいんですけど、個人でいいんですけど、なんか宣伝とかってあったりしますか。これを見てるね、18歳以上のね、可愛い女の子がたくさんお金を持ってきてるから、僕は初回指名10万からとか言わないんだよ。1万円だけ持ってきたらいいからね。1万円と身分証を持って、歌舞伎町に指を出して持ってね、来てくれたら、僕は大丈夫なんで。ツイッター見ろ。ツイッターフォローしてね、みんなあるから、みんなすごい、俺以外は有名な SNS が。まあ概要欄に、ね、概要欄に貼ってあるのでぜひ見ていただければ。すごい、TikToker のなんかライブがすごい人なんで、ライブめっちゃすごい、ライブめっちゃすごいって、なんか日本一でしたっけ。まあ、おい、投げ銭日本一です。すげえ。そしてなんか試合特にないです。今日昇格祭です。今日昇格祭です。もう動画上がるとちょっと前の話ですよね。そうですね。日頃頑張ってホストの方やらせてもらってるんで、僕らは。そうですね。次回は今度はドラコさんと、僕で飲酒用対決をするんでね。え？お酒ではね。じゃあ今度逆に強めで大丈夫ですか？そうなるよ。YouTuber 対この人に。はい、僕は勝手に助っ人呼ぶんで大丈夫です。4対2とかにしてほしい。どうせ LINE 来るんやろな。お酒飲めるんやっぱ生きて帰れる気がしないですけどね。結構でも飲むんじゃないですけどね。いや、それは歌舞伎町の僕を知ってるかっていうことは言うんですけど、僕別にお酒強いわけじゃないんで、一緒に飲んだことだけしかないから。いや、もうね、お酒はほどほどに楽しく飲みましょう。
そうですね、まあ、あの、お客さん何でも嫌いにならないで大丈夫ですよ。はい、というわけで、ウザラシルさんと、クロエさんと、クラウと、ピッツです。水商売です。水商売です。水商売の皆さんでした。ありがとうございました。あったきしなよ、僕から、以上。バイバーイ。配信間もなく配信まであと何分。